最後
をね、持ち上げということで、だいぶ前の方が押しておりますが、小さいお子さんもたくさんいらっしゃいますね。小さいお子さんたくさんいらっしゃいますので、そのあたりのご配慮をですね、一つ、ご利用する方もですね、小さいお子さんへのご配慮、これはですね、必ずが、このご配慮の方をしていただけたらと思います。していただきました。本当に大いに盛り上がることができました。誠にありがとうございました。そして各ブース、テントの皆様方、各ブースのテントの皆様方に、お伝え申し上げます。このイベントがですね、終わり次第、イベント終了次第ですね、テントの方は骨組みをばらして、置いておいていただきたいということでございます。実行委員会からの伝達がございまして、各ブース、テントの皆様方にお知らせがあります。このイベントが終了次第ですね、各、お使いになられたテントの方は骨組みをばらして、その場に置いておいていただきたいということでございます。片付けの方はこちらにするということでございます。骨組みをばらして各テントをですね、イベント終了次第、ばらして置いておいていただきたいということでございます。そして、各テントの椅子と机、各テントで腰を並べました椅子と机はですね、各地でですね、本部の方へ、こちら本部テントの方へお持ちいただきたいということです。各テントの椅子と机は、終了次第ですね、こちら本部テントの方へ各テントごとにお持ちいただきたいということでございますので、どうぞご協力よろしくお願いいたします。さあ、それではですね、今現在も駆けつけていただきました、地元の石原太鼓台、そして池野太鼓台がですね、大いにこの大事な参加、節目を迎えたこちらの開発の方を盛り上げようとプラスになるということで、今もですね、大いに、差し上げをいただいております。さあ、この後はいよいよフィナーレでございます。お楽しみのぶっつなげでございます。ただ、もう本当にたくさんの方ご来場いただきましてありがとうございます。小さいお子さんが前の方でね、たくさんいらっしゃいますよ。小さいお子さん、前のちょっとたくさんいらっしゃいますんで、この辺りのご配慮
カーにもぜひですね、ちょっとお聞きいただきましてご注目いただきまして、こちらステージ向かって右側に1回所を主に置いておりますので、これをお持ちいただきましたら見たいということでございます。ぜひ一つ皆さんからよろしくお願いします。それではですね、いよいよ今回第30回節目を迎えましたハギ祭りをいよいよフィナーレでございますんで、ここで本日第30回ハギ祭りぶっ投げの前にですね、ハギ祭り実行委員会